はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コミュミ行ってみたいと思います。コメントを読んでいただきありがとうございました。P でベースを弾き、 IMA でチャッチャの際にスタッカートになってると言われました。うんちゃっちゃ、うんちゃっちゃみたいな、IMA を弾き切ってしまうようにとのことですが、意味もわからずレガートに弾くにはどうすればいいかを聞きましたが、明確な答えはありませんでした。なので坂井先生にお聞きしました。注意してもらってもそこを直す方法やコツまで教えてくれる先生にはなかなか巡り合えないと最近思います。独学ではなく先生に習うのは自分ではどうにもならない、そして上達の近道のためだと私は思っています。詩は何年かかってでも探すのが一番ですが、最近はウクレレが人気でクラギが専門っていう先生がすごく少ないです。私の住んでる地域だけかな。なるほど。レガートに弾くにはどうすればいいかを聞きましたが、明確な答えはありませんでした。そこどうなんでしょうね。明確な答えを、まあ先生としては明確な答えを出すべきだと僕は思いますけどね。注意してもらってもそこを直す方法やコツまで教えてくれる先生にはなかなか巡り合えないと最近思います。どうなんだろう。注意するっていうのはもちろん大事、注意してねもらうって、あ、ここちょっとレガートじゃないよとか、注意してもらうってすごく大事なことだとは思うけど、なんでレガートになってないのかで、レガートにするって一体どういうことなのかはレッスンの中で、教えてもらうべきことだと思います。はい。なのでなんだろう、なんで教えてくれないんでしょうかっていう感じですかね、僕としては。なかなか巡り合えないっていうのが不思議です。そうだって独学だとそこが見つからない、それって一体どういうことなんだろうって自分で探せないからレッスンに通うわけでしょ。でレッスンに通ってここ違うよとか注意されて、どうやったらいいんですか、それは自分で見つけなくちゃいけないよって言われたら、もうなんだそりゃみたいなね、何のためにレッスン行ってんのってなっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。こうなんか具体的な答えがある場合もあるし、こう具体的な答えっていうんじゃなく、こうもう少し漠然とした答えの場合もなんかいろいろそういうのはあるとは思うんですけど、でもまあその時必要な知識とかやるべきテクニック練習とか、なんかそういったのはレッスンだからこそすぐに教えてもらえるというかね、だから上達の近道だと思いますよ。レッスンに通うっていうのが上達の近道だと思うし、でも最近ウクレレが人気でクラギが専門っていう先生が少ない。僕の知ってるところではクラシックギター専門でウクレレも教えてますっていう先生も多い気がする。どうなんでしょうかね。まあその地域とかそのね、たくさん先生が近くにいるような地域だったらまあいろいろねいいかもしれないけど、そういう場所だばかりじゃないからね。まあなのでね、こうオンラインレッスンとか今の時代だからこそっていう、そういうのは活用していくといいんじゃないかなとは思いますけどね。でも、今の自分がなんでそうなってしまうのか、まあ先生としてはその演奏をね実際見て、あ、これこうだよっていうふうにこうアドバイスをするわけなんで、こう明確な改善点っていうのは先生としてはある程度
パッと見た状態で原因とかね、その辺って分かってくると思うんで、うん、ね、こう明確な答えを教えてもらいましょうとしか言えないそんな感じです。はい、というわけで皆さんからのコメントをどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。